か？うん、みたいだよ。私は先に行ってるよ。さあ。そろそろ行かないと。あ、カズハちゃんだ。うん、なんとなくね。起立！礼！図書委員はどうする？それじゃあね。どうしたの？幽霊に会ったみたいな顔して。帰るんでしょ？とりあえず帰ろうよ。今日はごめんね。ちょっと調子が出なくてさ。違う。説明は難しいかな。うん、すごく難しい。どう言っていいのかわからない。だってすごい変なことだし。多分ね、理解はできても私のこの感じは伝わらないと思う。じゃあ今日はここで。
私、公園通ればショートカットだから。京介ちゃん、一つ聞いてもいいかな。京介ちゃん、双葉のことってどれくらい覚えてる？どうしてってこともないけど。だろうね。一緒に遊ぼう。あの私もうすぐだから。すぐ良くなるから、一生懸命リハビリするから。あのね、きちんと良くなるには時間がかかるの。
かね、ピンポン鳴らしたら今日は休むって返事があって。何も言ってなかったよ。声からすると体調は悪そうだったけど。私が言うことって言ったらこれしかないでしょ。どうするの？イディオムみたいに様式美な展開だね。ちなみに今さっきの授業は英語なり。嘘ばっか。じゃあその前の授業は経済学入門でしょ。もしもし。どうしたの？京介ちゃん、私んち分かるの？